バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、バンクーバーは、カナダ連邦ブリティッシュコロンビア州南西部にある都市、同州最大の都市である、バンクーバーと表記されることもある。バンクーバーを中心とする都市圏人口は210万人と、カナダ国内第3位の都市圏を形成している。バンクーバー市のみの人口では、同国内で第8位の約64万人である。 民族や言語が多様で、人口のおよそ52%は、大一言語が、同州の公用語にあたる英語ではない。北米有数の世界都市であり、2016年に発表された、世界の都市総合力ランキングでは、世界28位と評価された。1867年に製材所ができ、これらを中心とする入植地であったギスタウンは、発展を続け、グランビルとして、 町は拡大した。東、カナダから続く鉄道の終着駅が町まで敷かれることになった1886年にはバンクーバーとして改名され、市制となる。林業が同志最大の産業で都市部ながら自然に囲まれた都市として知られていることから観光業が発達しており、同志第二の産業となっている。同市にあるメトロバンクーバー港は 同国最大の港であり、北米においても、積載量で第4位の規模を持つ。同市及び隣のバーナビー市には、主要な各映画制作会社が拠点を置いており、ロサンゼルス、ニューヨークに続く、北米第3位の規模となる、映画制作拠点となっている。このため、通称ハリウッドノースとも呼ばれる、国際会議や国際競技が数多く開催されており、2010年には、 第21回冬季オリンピック、バンクーバーオリンピックが開催された。バンクーバーの地名は18世紀後半、カナダ西海岸地域の測量を行った、イギリスの探検家、ジョージ・バンクーバーに由来する、旧約、後派。ロッキー山脈に発しジョージア海峡に注ぐ、フレーザー側の川口地域にマスキーム、ザワマサクイムと言われる、先住民族が居住したのは、 少なくとも3000年以上前であった。ただし、豊かな自然環境を考慮すると1万年以上も、前から人類は住んでいたとも考えられている。ヨーロッパから探検家が到着した頃には、マスキーム族、マスキムトスクワミッシュ族、スカミッシュが、すでに村を形成していた。北バンクーバー地域には、ツレールワシス族、トスライルワラスが居住していた。これらは、サリシ海岸。 コースとセイラッシュ先住民族と言われ、フレーザー渓谷から北部ワシントン地域を居住区としていた。1791年にスペインのホセマリアナルバイス、ホセマリアナルバイス船長がジョージア海峡を探検した。翌1792年にはイギリス海軍のジョージ・バンクーバー提督がスペイン体験団と共にクーバー島西岸からジョージア海峡に入り、 後のシアトルのあたりまで到達した。その後、毛川の交易所がコロンビア川やフレーザー川に沿って設立され、ブリティッシュコロンビアの内陸部にもヨーロッパ人の入植が相次いだ。ハドソン湾会社などがますます進出した。1858年にはフレーザー川下流岸にも近郊が発見され、ゴールドラッシュが始まった。1865年には、 コロンビア川岸でも近郊が発見されたが、すぐにゴールドラッシュは収束した。バンクーバー港の中心であるバラード入りにて林業が盛んになり、1863年には最初の製材所がムーディービル、後のノースバンクーバーに開業した。1865年にはオーストラリア輸出が開始された。同年までにはバンクーバー市街のあたりにも製材所が開業された。 カナダがイギリスより独立し、カナダ自治領、ドミニオン・オブ・カナダが設立された4年後の1871年には、ブリティッシュ・コロンビアがカナダ自治領、カナダの連邦政府に加盟した。1885年、カナダ植民地政府のマクドナルド首相の指示のもと、カナダパシフィック鉄道、CPR が、グランビルに大陸横断鉄道の西海岸側の終着駅を、 建設した。CPR はおそらくバンクーバー島にちなんで終着駅の名前をバンクーバーとした。その後1886年4月6日、正式にバンクーバー市が施行され、間もなくモントリオールからの大陸横断鉄道定期便が開業された。1886年の大火事で町の大部分が消失したが、鉄道での物資の補給等により間もなく復興した。 1888年にはスタンデーパークが開園した。大陸横断鉄道がバンクーバー港と接続し、カナダが太平洋岸からも世界各国へつながることとなった。1891年に CPR 発の貨物船エンプレス・オブ・インドが東洋から到着した。1914年にはパナマ運河が開業し、バンクーバーは北。 太平洋の重要な海港の一つとなった。20世紀に入ってもギャスタウン周辺が市の中心として栄えた。1922年にバンクーバーの車両交通はイギリス方式の左側通行から右側通行に切り替わり、1937年にはライオンズゲートブリッジが開通した。市政百周年にあたる百八十六年には国際交通博覧会。 エキスポ86が開催され、それに合わせて、新しい交通機関、スカイトレインが運行開始した。カナダの天然鉱物資源及び工業製品、石油などを輸出する重要な港としての港湾業や、水産のウリン業、観光その他によって、バンクーバーの都市圏はその後も順調な成長を続け、周辺の都市と合わせると、人口200万人を超え、 カナダ第3位の大都市圏を形成している。自然環境と都市文化のバランスの良い,い発展を背景に世界各国からの移民が急増した。特に1997年の香港の中華人民、共和国変換に際し共産主義化を恐れた香港系中国人の移民が急増した詳細はチャイナタウン参照。第二次世界大戦前から日系移民も多く以前は 日本人街もあったが、戦後急速に衰退していった、詳細は、バンクーバーの日本人街参照。バンクーバーは、ブリティッシュコロンビア州の南西部、フレーザー川の河口に位置する。ジョージア海峡を挟んでバンクーバー島と向かい合っている。周辺の20余りの自治体と合わせて、州の地方行政区としてのメトロバンクーバーを、形成している。リッチモンド、バーナビー。 バラード入りを挟んで、ノースバンクーバー、イングリッシュ米を挟んで、ウェストバンクーバーに隣接している。バンクーバーは、カナダ国内で最も温暖な気候を持つ都市の一つである。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候、CFB に属する。夏は涼しく30度を超えるような真夏日になることは、ほぼなく、乾燥していて過ごしやすい。 比較的晴れる日が多く降水量の少ない夏とは、対照的に11月から3月までは降水量が多く、平均で1日の半分が降雨である。そのため、カナダで最も降雨量の多い都市の一つでもある。太平洋沿いのリッチモンドにあるバンクーバー国際空港の観測データによると、年間降水量は1189ミ、mm、リメートルに達する。 冬季はカナダで最も温暖な気候で、最も寒い12月の平均気温は、摂氏3.6度、氷点下にまで下がる日数は年間平均で40.9日である。降雪は平均して、年間で約11日程度で、10センチメートルを超えるような積雪は、年間1日程度である。年間平均降雪量は38.1センチメートルで、あるが、 通常地上に長く積雪が残ることはなく、冬季は雨が降ることの方が圧倒的に多い。これまで観測された最高気温は2009年7月30日の摂氏34.4度、最低気温は1968年12月29日の低、摂氏17.8度である。一方、レトロバンクーバーで見ると、バンクーバーは山に囲まれているため、 スキー場のあるノースバンクーバーやウエストバンクーバーのような標高の高い地域では、より雪が多くなり、寒さは厳しくなる。また、内陸部方面では、夏の気温が上がりやすく、真夏日になることも珍しくないなど地域によって、気候の差は大きい。近郊のバーナビン市の標高365.80メートルに位置するサイモン・フレイザー大学にある観測データでは、 年間降雪量は89センチメートルとなり、太平洋沿岸のリッチモンド市にあるバンクーバー国際空港の観測での2倍以上にもなる。2006年の人口調査によると、バンクーバー市の人口は58万人。バンクーバー都市圏の人口は211万6581人。バンクーバー都市圏の人種別構成は2006年国勢調査では、下記の通り。 内はバンクーバー市内。バンクーバー都市圏には中国系40万2000人や韓国系4万6035人及び日系3万230人をはじめとするアジア系が多く住む都市であり、北米有数の規模の中華街が形成されている。中国系人口はバンクーバー都市圏の2割近くを占め、これは北米の大都市では最も高い。 中国系住民の多くは、香港返還前後に移民してきた、香港人で、バンクーバーならぬホンクーバーとも言われるのである。特に南部にあるリッチンモンドは、人口の大多数が、中国系である。中華街には、孫文が、中国国民党を結成する前の亡命中に住んだ、中山庭園がある。中国語話者の中では、関東語話者が、最も多いが、普通話話者も少なくなく、 台湾語話者のコミュニティもある。かつては日本人外も存在したが、第二次大戦中の日系人の収容所への連行などで、ブリティッシュコロンビア州内の日系人人口が激減し、敗退した。2011年現在、バンクーバー部協会、バンクーバー日本語学校と日系会館を除きほとんどが廃墟化している。しかし、今でも、 トロントをしのぐカナダ最大の日系社会を形成し、日本人留学生も多く在住している。ダウンタウンには、日本人向けのコンビニや飲食店などが立ち並んでおり、一角では日本語だけでも生活が可能なほどである。その他にもフィリピン系やメキシコ系、ベトナム系やカンボジア系、クロアチア系など様々な民族が居住しているが、黒人は2万670人で、北米の大都市では、 最も少ない。太平洋岸に位置すること、トランスカナダハイウェイと鉄道の西の終点であることから、カナダで最大の産業都市の一つである。バンクーバー港は、カナダ最大で、多岐にわたる、貿易量が750億ドルに上り、GDP で105億ドルを占める。林業と工業の拠点でもあり、最近では、ソフトウェア開発、バイオテクノロジー、 映画産業の中心地になっている。毎年多くの観光客が集まり、アラスカやカナダ国内への重要な入り口でもある。一方、家賃の高さではカナダ一という面がある。アメリカのワシントン州と接しており、毎日国境を越えて通勤する人も少なくない。通勤者や観光客の便宜を図るために、アメリカドルでの支払いも可能なところが少なくないが、この場合原則として、 アメリカドルで支払う場合の金額がやや高めに設定されている。2017年の調査によると世界17位の金融センターであり、カナダではトロントやモントリオールに次ぐ3位である。島が多く存在するブリティッシュコロンビア州では多くの人がフェリーを交通手段として使っている。フェリーターミナルはウェストバンクーバーのホース州米港と バンクーバー市南のルタニアルツワス線港から出港している。バンクーバーのダウンタウンと郊外都市や空港とを結ぶ軌道系の公共輸送機関。ダウンタウンでは地下を走り郊外に出ると高架になる。初期の2路線では無人のリニアモーターカーが運行している。最新路線としては2010年2月に開催されたバンクーバーオリンピックに合わせて バンクーバーのダウンタウンと南接するリッチモンドのバンクーバー国際空港及びシティセンターとケツカナダラインの建設が2005年11月より進められ2009年8月に営業を開始した道路線はターミナル駅であるウォーターフロント駅からダウンタウン地下を南下しキャンビー通りの地下を抜けフレーザー側付近のブリッジポート駅からは 空港方面とリッチモンド方面に分岐する。バンクーバーダウンタウンと東にある郊外ミッション市間約6 8トルを結ぶ通勤用特急列車。バンクーバーにはトロリーバスと普通のバスが走っているがどちらも料金などは変わらない。バスは路線が充実しており乗り継ぎをすれば大体はどこへでも行ける。またほとんどのバスが 車椅子対応で多くはノンステップバスである。バンクーバーのダウンタウンとノースバンクーバーを結ぶフェリー、トランスリンクのバスやスカイトレインなどの交通機関で移動することができる。夏には花火大会が開催され、招待された数カ国の花火が火を変えて競い合う。バンクーバーを本拠地とする主なプロスポーツチームは以下の通り、かつて バンクーバーを本拠地としたプロスポーツチームは以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。